はい、ということでね、観光地のね、城下町にね、やってきました。あー、すごい楽しそう。うん、ちなみになんだけれどもね、僕たち見た目が赤ちゃんでね、事件に巻き込まれるかもしれないからね、護衛としてスケルトンをね、一人連れてきました。うん、うん、何かあったら僕たちのことちゃんと守ってね。うん、じゃあということで、うん、今日は異世界の城下町観光しましょう。よし、よし、観光するか。よーし、よーし、ってことで観光するぞ。マキ、行こう。観光しましょう。おー、楽しみだ。おー、すごい賑わってる。おー、ここはね、市場だね、市場。うん、ケーキ屋さんだ。ん、ケーキ食べたい、買おうよ。どうしたのマイキー。あ、重大なこと忘れてた。僕たち、お金持ってないんだった。せっかく観光に来たのに買い物ができないなんて。マイキー、マイキー、マイキー、僕たちさ、チート能力が使えるんだからさ、お金出しちゃえばいいんだよ。ちょっと待って。え、例えばなんだけれどね、こんな感じで、はい、マキー、はい、お金。そうだった、僕たち何でも思い描いたものを出せるんだった。忘れてたよ、ケーキたくさんください。ケーキ、ケーキ、ケーキ、とにかくたくさんください。たくさんね。たくさんケーキ買っちゃった。おほほ。まあただマキ、買わなくてもさ、ケーキ普通に出せばよかったんじゃないの、チート能力で。違うよ、観光だから雰囲気を味わいたいの。よし、まあ、うん、はっしー、あ、おいしおいし、まあ、マキの言う通りだな、それは。うまい、うまい、うまい、うまい。はあ、なんか他にも面白そうなもんないかな。うまい、うまいね。これやろうよ、川下りのアトラクションが遊べるんだって。へえ、なんかすごい楽しそうだな、やろうよ。お金かかるの？一回いくら？一回いくらですか？どうしたの？高すぎるよ。川下り一回につき5万円もかかるんだって。高すぎるって。はあ、5万円高っ。たださ、マッキー、僕たちさ、チート能力でお金をいくらでも出せるの忘れてるでしょ。ああー、そうだった。あ、じゃあ何でも無料みたいなもんじゃん。あ、やろうやろう。はい、5万円です。5万円、善一くんの分も払ってあげる。はい、5万円。おー、善一くんの分もね。サンキュー。よしよし。おー、楽しい楽しい。お、楽しい。おー、結構スピード出るぞ。おー、すごいすごい、すごいぞこれ。楽しいね。楽しい楽しい。街の雰囲気をね、観光しながらさ、川下りができるなんて本当にいいアトラクションだね。これ面白いぞこれ。楽しい、すごい楽しい。うん、確かに。もう一回やろう、川下り。無料みたいなもんだしね。そうだね、まあ、何回かこの川下りやるか。やろうやろう。このチート能力最高。この能力あれば何でも好き放題できるなんて本当に幸せだ。いやー、今日は本当にたくさん遊んだね。ただまだ遊び足りない。バーに行こう。え、バー。え、マイキーってバーとか行くの？いつもだったら怖くて行けないけど、僕たち今無敵だし行ってみたい。まあ確かにそうだな、今だったら無敵だからな。マイキー、バーに行こう。行ってみよう。ここがバーか。どんな感じなんだろう、楽しみだな。ちょっと緊張するね。行こうマキ。行ってみよう。よし。なんか怖そうな人たちがいっぱいいるんだけれども。善一くん、子供だね。そんなんでビビってちゃダメだよ。僕たち無敵だよ。
ヘイマスター、牛乳一杯、お釣りは取っといてくださいね。うふい、おー、牛乳ゲット。うまいうまい、牛乳うまい。なんだよ、ここ赤ちゃんの来る場所じゃないだって。赤ちゃんだってバーで牛乳を飲む権利くらいあるでしょ。なんかマキが変な人に絡まれてる。マキ、ちょマキ、そろそろさ帰ろうよ。怖いんだけれど、マキ、ちょっとここ。やだやだ、僕はバーで遊びたいもん。僕無敵だから攻撃なんて痛くないもん。まずいぞ。え、待って、マイキー。おお、は、マイキー、まずい。僕たちがさ、スケルトンに護衛するように命令したから、この人のこと攻撃しちゃったんだ。え、大丈夫かな。大丈夫、気絶してる。え、は、ん、は、え、サイレンの音だ。待って、マイキー、まずいぞ。警察が来る。警察沙汰になっちゃった。ああ、僕たち、暴行罪で捕まってしまいました。僕たち何も悪くないのに。この国ではね、犯罪をするとね、奴隷として強制労働をさせられてしまうらしい。やだよ、奴隷だなんて。まあ今日から僕たちはね、ここで奴隷として一生過酷な労働をしないといけないからな。ええー、そんなのやだ。君のせいだぞ。せっかく楽しかったのに。まあ、ただマイキー、大丈夫だよ。だってさ、僕たちさ、チート能力使えるし。あ、そうだった。忘れてた。お、ってことは、この奴隷生活も楽しめそうだね。マキ、今日の僕たちのね、強制労働の仕事は、石炭を128個集めることだって。え、128個も今日中にできるかな。やるしかないか。終わるかな。どれどれ、128個ね。はい、終わり。マキ、終わったよ。マキ、終わった。あ、そっか、僕たちジート使えるんだった。え、じゃあ、そう、もう終わりじゃん。そういうこと。残りは自由時間でしょ。よしよしよし。何しよっかな。そう、残りはね、自由時間です、今日。まあ、とりあえずマキ、部屋に戻ろう。戻ろう。戻ってきたはいいけど、部屋の中何もなくて暇だな。石の上だから寝心地も悪いんだよね。まあ確かにそうだな。なんだかな。まあじゃあマイキー。このさ、部屋を改造しようよ。どうやって。あ、そっか、僕たちチート使えるんだった。忘れてた。そう。まあということでね、僕たちのね、この奴隷の部屋をね、改造したいと思います。僕たちのチート能力でね。まず何からやろうかな。狭いね。この部屋狭い。この部屋狭い。ああ、じゃあマキ、隣の部屋とさ、つなげて広くするか。チート能力で、じゃーん、見て、これドリルです。このドリルでこんな感じで、うわー、すごい、でも広くなった。見て見て、隣の部屋と繋いだぞ。これ結構広くなったんじゃないか、これ。けど、幅は広くなったけど、天井が低いんだ。マッキー、広い天井が好きなのか。じゃあね、天井もさ、上の部屋とさ、繋いでさ、広くしようよ。繋がったかな。よーし、こんな感じで。すごいすごい。すごい。いい感じだ。すごいね。ナイス、マイキー、そっち側もやるか。そうだね。よし、ドリルで天井に穴を開けまくるぞ。よーし。この辺はね、ちょっと整理をして。めちゃくちゃいい感じ。おお、
だいぶだいぶ広くなったんじゃない、これマイキー。広くなったよ。うん。じゃあそうしたらさマイキー、うん、この部屋のイメージを良くしよう。ちょっと今なんかね、奴隷の部屋のね、牢屋っぽいイメージだから、うん、モダンな感じにしよう。うんうんうん。モダンな感じにするためにこのクォーツブロックでね、もうね、部屋のブロックごと変えてしまおう。変えちゃおっか。よし。このね、クォーツブロックを使うとね、とってもね、モダンな感じになって好きなんだよね。オーケー。まあね、奴隷生活をね、エンジョイするためにも。よし。よし。おぉ。おぉ、ずいぶん良くなったな。いい感じ、いい感じ。うんうん、暇だからさ、娯楽に必要なものを大量に設置していきましょう。例えば本とか、僕本好きだから。お、いいね。本とかさ、漫画とかさ、いっぱい置こうよ。オッケー。開いちゃう、開いちゃう。あ、マキ、これどう？これ。いいね、いいね。おぉ、見て見て見て、本です、これ。よし、こんな感じで本を設置と。おぉ。こんだけ本とか漫画があればさ、まあ、まず困らないんじゃない？うん、うん。うんまあそうしたらマキ、本と漫画だけじゃ飽きるから、うんうんうん、これを設置しないとね。なんだ？これ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 。じゃあ見て。おお、ゲーム。あ、ゲーム。ゲーミングノート PC です。おお、ここら辺に、うんうん、こんな感じでこれを設置するか。よし。おほほ、いいね、いいね、いいね。おお、よし、いいね、いいね。そうしたらさマキ、椅子も設置しないと。椅子。そうだね。わあ、最高。ここに。最高、最高。おお、これは、ちょっと、ゲーミングノート PC ありすぎだぞ、これ。いいじゃん、いいじゃん。おお、すごい、すごい、すごい。ゲームし放題だ、これ。最高、最高。最高だぞ、これは。そうしたら、ね、マキ、さっきさ、寝心地悪いって言ってたじゃん。言ってた。ベッドも使わないと、ベッド。お、そうしよう。すごいね、ふっかふかなベッドにするぞ。こんな感じで。こうやってと。うん。おぉ、いいね、いいね。ちゃんとね、サイドテーブルも置きまーす。こうやってね。おぉ、ありがとう。ナイス。よし。おぉ、どうマイキー、ふかふかでしょ、そのベッド。最高です。最高すぎる。うん、おぉ。あ、そしたらマイキー、まずいまずいまずい。生活必需品を忘れてました。なんだ？まぁ、ちょっとね、ベッドから遠い位置に置きたいものがあるんだよね。何を置くんだ？まずはね、トイレ。うん。じゃーん、トイレ。おぉ、トイレ、必要だね。あとは？シャワー。おぉ、いいね、いいね。シャワーを出してと。うん、最高だね。よし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 。おぉ、そしてここはね、ちょっとプライベートな空間を作らないとね。そうだね。うん、ここはちょっとプライベート空間にしよう。ナイスナイス、うん、ナイス。おぉ、ここはね、プライベート空間です。おぉ、よーし、ってことでトイレとね、シャワールームも完成したぞ。最高。そうだな。マイキー、なんかちょっとね、物足りないな。自然が足りない。ってことで。そうだな。家の中にちょっと滝でも作るか、マイキー。おぉ、家の中に滝を作るの？うん。おぉ。家の中に滝を作ります。はい。そうだね。こうした穴を開けて。こんな感じ。おほほほほほほ、うん、素晴らしい。そうしたら、素晴らしい。そしたらマキ、これも作ろう。これ自然が欲しいでしょ。うん、こんな感じでさ、自然をこうやって置こうよ。おお、こうこう、おほほほほ、いいね。うん、緑をたくさん置きましょう。置きましょう。いいね、いいじゃん。素晴らしいんじゃない、これ。素晴らしいと思う。こう、すごいぞ、これは。すごい。おー、完成だね。快適すぎるな、これ。完成だな。うん。あ、そうだそうだ。うん。どうしたの？しょうがないから、君の分もゲーミング PC あげます。どうぞ。おお、優しいね。うん、うん、まあ、あのね、右側の黄色のベッドも使わせてあげるよ。うん、ってことで完成だ。完成、超快適だね。最高なんだけど、超楽しい。うん、これは最高だぞ。ああ、はあ、なんか奴隷生活も飽きてきたね。うん、うん、まあ楽しいんだけれども、なんかね、毎日同じことの繰り返しだと飽きるよね。うん、うん、そろそろさ、ここから脱獄して僕たちの村に戻ろうよ。はあ、まあ城下町とかね、この奴隷生活、うん、まあいろいろとね、楽しかったな。うん、あ、うん、うん、なんか言ってる。なになになに？え？僕たちのことを誤解してた？喧嘩しかけてごめんなさいだって。あ、
いいよいいよ、許してあげる。うん、あ、そうだ、君にこれあげるよ、パワーアップポーション。うん、お、ね、えい。おお、おお、おお、あ、ずいぶんかっこよくなったね。ああ、もうパワーアップした。仲直りの実績を解除しました。瞬間移動の能力を付与します。ん、え、んー、なんだ今の、瞬間移動の能力だって？え、やったやった、じゃあ僕たちの村に一瞬で帰れるね。うん、ん、ん、君も僕たちの村に来たいの？なになに？君の国のバナナ王国は滅んでしまって帰る場所がないの？あ、いいよ、君も僕たちの村においでよ。ついでに君の仲間も僕たちの村に連れてきていいよ。お、よし、ってことでね、みんなでね、瞬間移動で僕たちの村に帰ろう。うん、あ、あ、僕たちの村に帰ってきた。おお、おお、うん、おお、見てください、バナナ族がね、増えたぞ。僕たちの村どんどん大きくなってるぞ。うん、大変だ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 、事件が起きた。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく、よろしくね。